はい、トットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電子ゲームプラグ&プレイ高槻から尼崎までですね。おお、全部各駅停車か。なんか難しいんだか。207系だっけ。207系ね。はい、221系で201系ドアが閉まります。あ、でも電車が通り過ぎてからか。221系、あれはね、初代の電車でゴーレム運転できる上級のダイヤっていうね。初代電車ではね、初級と上級しかないんですね。中級がないんですよね。まだここは音は閉まります。まあ初代電車でも楽だったからね。快速でね、通過駅あっても時間気にしなくていいから、定通時間とか気にしないで通過することができたんでね、楽だったんですけど。お待たせいたしました。普通電車宝塚方面新三田行きです。次は鉄飛んだ接続各駅に停まります。新三田行きです。第一閉鎖進行。これもしばらくこういう感じでね。ここは芥川だっけ。なんか芥川っていう表示が出てね。はい、接続だ。停車停止位置7。停止位置7。7両編成ってことか。お出口は左側です。左側です。難しいな、どうしようかな。B6、 もっと20秒。あれ、時間ないかな。3、2、1、接続だ。何秒くれたか。はい、接続だです。お、マンションが並んでるね。ご注意ください。乗り降りの際、はい、足元にご注意ください。はい、2番乗り場から普通宝塚方面新三田行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。夕焼けがね、綺麗ですね。閉じめ点、はい、閉じめ出発進行、出発進行、停発。これはね、難易度が星3つですね。星5つのうち3つなんで難易度が3ということでね。お、低速帯だ。この辺で。今この感じか。ちょっとスピード上げないと。やばいか、これぐらいでいいかな。あー、パーフェクトまでいかなかったか。第二閉鎖進行。76キロだとダメなんですね。で、80キロか。第一閉鎖進行。こんなもんで全部で10コンボなんですね。さっき9コンボあったからダメでした。76になるとボーナス点数が入らない。茨城停車 AC18、 AC18、 茨城停車18って言った。
ール編成でも8両編成でもないんだね。駅によって決まってんだ。3秒遅れか、ちょっとダメだね。茨城、茨城です。はい、茨城、茨城です。ご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。次は千里丘ですね。2番乗り場から普通、宝塚方面、新三田行きが発車します。ドアが閉まります。また難しいな。やっぱブレーキかけるタイミング、もうちょっと遅くした方がいいのか。はじめ、県、出発進行、茨城、停発。次は、千里丘、千里丘です。まあ、綺麗な夕焼けですね。そう、ウクレレを持ってたんだけどね、弾いてないからな。第二兵速進行。全然教則本買ってね、ちょっと弾いてやめたっていう。あ、1キロ遅かったか。95キロ、95キロって低速タイムか。また難しいよな。どっちにしておくか。なあ、カブパーフェクト。進行、千里丘、停車、停止位置共通。停止位置共通。まあ、この辺で。千里丘です。お出口は左側です。出口は左側です。200メートル。200m がちょっといい線かなーっても思いますね。でもブレーキの効きがいいんでね。千里丘、停車、399cm だって。最高速。千里丘、千里丘です。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。はい。3番乗り場から普通、宝塚方面、新三田行きが発車します。ドアが閉まります。まあでも時間通りついてるからね。ホームドアついてないしね。はじめ、変。ホームドアついてたら開けなきゃいけないけど。低速90。第一兵速進行。はい、進行。まあ加速していきましょうね。まあこんな感じで。100まで出してみて。
新宿岸辺です。岸辺です。左側です。25秒。このスピードメーターになってないからまた難しいね、これ。あと10秒。岸辺停車、定着。あ、もう1万20ポイント。ここ何も言わないんだね、岸辺はね。さっきまでね、千里丘、千里丘って言ってたの。2番乗り場から普通、宝塚方面、新三田行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。はい、ご注意ください。35チェーンか。はじめ、天、出発進行、岸辺、停発。アナログのな速度計もちょっと、アナログデジタルの速度計も慣れてないから難しいね。次はスイタースイタです。スイタースイタ。第一停車進行。はい、進行。39チェインズ3級だね。何も言わず着けていくねって。3級ドリカムの歌だったね。はい、2番乗り場から普通宝塚方面新三田行きが発車します。ドア閉まります。結構注意ください。東のドアはじめ、はい、はじめて出発進行、出発進行、停発。次は東淀川50チェインは行きたいね。目標低いかな、50チェインだと。50は行くか。80チェーン行くかどうかか。丁寧に運転すれば行きそうだけど。
注意。ああ、早朝なんだ。ちょっと落としておかないといけない。進行。あ、だいぶ落とした。淀川あれ停車定着あら、あ、一応定着扱いしてくれた。中央9110ポイント。あ、低速帯があったからポイントが高い。はい、ご注意ください。2番乗り場から普通、まあ、星があれだね、白の星が時間で新三田行きが発車します。新三番で。はじめ、県出発進行、東淀川発車。ここはね、南部特にないんで走るだけですね。走って止まるだけ。次は新大阪、新大阪です。お出口は左側です。新幹線、新大阪、関空特急春香号、地下鉄線はお乗り換えです。降りの際、足元にご注意ください。新大阪、新大阪です。制限引きの用事なのか。なかなかのデジタルのスピードに慣れないよ。あと20秒。うわ、早っ。こういうふうにこうやって遊ぶしかないよ。新大阪、停車、停車。結構潰したね。足元にご注意ください。足元にご注意ください、はい、新大阪、新大阪です、はい、到着の電車は普通、宝塚方面新三番行きです。15番乗り場から普通、宝塚方面新三田行きが発車します。ここは発車ベルなんですね。まあ、結構速度制限があるんだね。制限40。ドアが閉まりますのでご注意ください。ドアが閉まります。715点。はじめ、県出発進行、新大阪停発。715点って低いのかね、高いのかね、分かんないね。ノーミスではあるけどね。でも上手い人だったらもう大阪、大阪です。もっとチェーン高いんだけど。進行制限解除。制限解除。大分で進行。軽。次は？次はたくさんじゃない。これで加速ないですぐ90キロにはなりやすいかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60
速対向。時間潰したな。なっちゃうとゲームオーバーになっちゃうんだ。6番乗り場から普通宝塚方面新三田行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。はじめ県。あ、ボーナスで失敗しちゃうと1ポイントももらえないと違う。あの警笛のボーナスも認められないのかな。制限75号。宝塚方面普通電車の新三田行きです。次は塚本です。塚本天ヶ崎塚口稲寺宮城の順に終点新三田まで各駅に止まります。 JR 神戸線で立花甲子園駅三宮方面へお越しのお客様は尼崎でお乗り換えです。車内は禁煙です。塚本はご遠慮ください。次は塚本です。お出口は左側です。制限解除。制限解除。シンプル。ここだとやっぱりスピード上がんないよね。あー、ちょっと余分だった。いや、早いな。第2テスト、進行。なんか締めが入れてまして。進行。これ、僕はそのつもりか。あら。ここからスピード上げるのが強いな。近い敵もないしな。
8765431エクセルに、あ、9秒だ、9秒も遅れてますね。よく減点されなかったな。3番乗り場から普通宝塚方面エクセレントでも星つかないな。ドアが閉まります、ご注意ください。山崎はじめ閉じめ出発進行制限。じゃあ乗車率 128% か。じゃあさっきの急ブレーキじゃあドミノ倒しだね、乗客たちね。あ、でも81円は行ったんだ。次は尼崎、尼崎です。参ったな、低速85進行。で、格式的に終わる。これ少しでもマスコンセブンしたら間に合わないパターンだよ。あ、こういう感じで第5編オッケー。で、次は低速105とか100とか3桁だね。ここで警笛をもらいますね。隠し警笛。はい。わあ、でもなかなか。あ、これでボーナスもらえるね。なんで4番やさなきゃいけないって言ったんだろうね。ハモアが先、なんで4番やさなきゃいけないって言ったんだろう。寒いからか、寒いって言ったら自分もあってない寒さじゃないんですよね。下りか、こんな感じで。ああ、いいですね。ラスト60。JR 東西線は5番、6番乗り場へお越しください。尼崎です。お出口は右側です。結構ね、B6 でも4321。あ、もっとエクセレント。おー、2万4000ポイント107か。もう何も言わないんだ。じゃあこれで終わりです。で、エンディングになります。遠くの会社を目指し、今日
ありがとうございました。